本日の動画は、はい、どうも皆さんこんにちは、ブリサスです。今回もザ・ミズゲームやっていきましょう。今回アップデートが新しく来ましたね。なんか元々の予定では結構時間かかるみたいなこと言われてたんですけど、終了予定の1時間前に終わっております。はい、ということでバージョン 2.5.0 アップデートのお知らせということで、ミドルアップデートですね、来ましたのでそちらの方を見ていきたいと思います。はい、アップデート内容です。まずビギナーミッションの達成状況画面の表示値を変更いたしました。まあこれはビギナーミッションなので、まあ大体の方とは あまり関係のないことになってくるんですけども、位置が悪かったのを修正したみたいな感じですね。で続いて探索やバトル時に表示される属性アイコンにロールアイコンも表示するようにいたしました。これは今まで例えば赤、青、黄、緑、紫みたいな感じで表示されていたところに、自分のロール、ブジラタカだったら剣、特殊アタカだったら魔法陣とか、サポートだったら四つ葉のクローバーとかね、いろいろあると思うんですけど、それが表示されるようになりました。はい、続いてプレイヤー詳細の同行者フォトメモの表示内容を変更いたしました。あとリミットバースの発動できるタイミングを調整いたしました。まあこれは結構オートにしていたら特に関係はない気がしました。まあなんかちょっとだけラグがあるのかな、多分。まあそれを直したっていう風な感じもあると思います。バトル中のオート、ね、倍速モード、オートと違うところダブルしてた、倍速モードの感じですね、調整しました。でバトル中の戦況状況、戦況確認の表示内容を変更いたしましたので、結構そのバトル中だったりとか、探索中の、アップデートが多いですね。まあこれ実際1個どっか探索しに行って見てみましょう。はい、続いて修正した不具合なんですけども、 DM ボタンとアップしたエラーが発生する場合があるみたいな感じなんですけど、まあ DM ボタンっていうのが、イベントで当選した方または確定枠に入った方に、出てくるものなので、まあそれですね。であとはリミットパーツが発動できない不具合、まあこれもなんかちょこちょこ言われてましたよね。まあそれが修正されましたよっていう風な感じで、スタミナ回復時間、これも確かスタミナの回復時間が6分から3分になった時に、ちょっとだけ何人かそういう不具合が出ちゃったけど、まあとりあえずそういう風なのもある。以上が今回のアップデートの内容です。なんかアップデートしてからアップデートの内容が出たのがちょっと珍しかったので、今まではね、なんかメンテナンスの時にアップデートしますよっていう風ないつも出していたので、なんかあらそうだったみたいな感じだったんですけど、ということで見ていきましょう。はい、まず同行者、ここで若干変わった、ここはここは特には変わりはないかな。じゃあ実際行ってみましょう。まずオートとかのその切り替えもできるようになったっていうのもあるんで、あとはまあこのタイミングっていうのかな、もうちょっと変わったっていうのがありましたね。どう変わったのかな。あったここ戦況確認で、あーなるほどね、敵も自分のキャラクターもちょっと変わったっていう風な感じですね。であと、ああそうですね、この今まであれか、こう下の子たち見てもらえれば分かると思うんですけど、属性のあの花みたいなアイコンがあったじゃないですか、あれだけだったんですけど、そこの花のアイコンを、まあおのおののロールに振り当てられてますね。まあ紫属性のブジラアタッカーだったりとか、赤属性の、回復、ヒーラーだったりだとか、そういう風な感じでいろいろと分けられていますね。あとは特に関係ないかな、もしかして。あちょここオートにしてみようかな。このオートが多分このバトル中のオートと、進行中のオートが別々だったのが一緒になったとか、そういうことなのかな。でも多少の変化はあったんでしょうね。あ、確かにリミットバーストの発動の時にすごいなんか滑らかになった気はしますね。今までなんかちょっとワンテンポをツンってなんか休憩が一回プッて入って発動したのが、ちょっと滑らかにバースト発動できるようになってますね。まあそこの本当一瞬だと思うんですけど、そこの差がなくなった感じがします。あ、これ根本的になんか見た目的に分かりやすいというか、やりやすくなりましたね。
このアップデートで。プレイヤー詳細だから、あれかな？でもこっちフレンド貸し出しだもんな。まあ、どっかで変わってるんだろうな。俺多分、前までのやつの記憶がないから。そういう感じかな。で、あとバトル中の切り替え可能なタイミングを調整しました。そういうことか。わかった。さっき僕がポチポチやってたんですけど、例えば戦闘が終了した時ですね。バトル中のなんで。戦闘が終了した時に、オートと倍速モードが押せなかったのが押せるようになってましたね。そこはありますね。で、戦況状況の確認も、先ほど見た通りにありました。で、あとリミットバーストもね、だいぶ早くなっていたのでいいのかなと思いますし、探索やバトル時に調整するアイコンも、ロールアイコンが出てきたので、見やすくなったのかなと思いますね。で、まあ、ロールアイコンはぶっちゃけそこまで、必要だったかって言われれば必要かどうかわかんないですけど、まあ、見やすさで言ったら見やすくなりましたね。まあ、そういう、まだビジュアル的なアップデートだったのかな、今回はミドルアップデートで。まあ、新しい機能が追加、機能が追加って言ったらちょっとそれはまた語弊が、まあ、いいか。機能が追加されるとか、なんか新しい、なんだろう、ものができるとか、そういうものではなく、純粋にその見やすさのアップデートが今回のこのアップデートで、追加されたというふうな感じですね。なるほど。そして今のところ、イベントとか、なんか、第2章、第3部かな次とかの情報とかがまだ全然来ていないので、特に何もないとは思うんですけども、まあこういう時って僕も何しようでちょっと思うんですけど、まあ素材集めたりだとか、いろいろ見ておいてやればいいのかなと思いますね。前回のイベント結構ね、なんか宝石とかがたくさん手に入ってたので、宝石の合成とかやった方がいいのかなと思うんですけど、結構なんだろう、やるのをないがしろにしちゃいがちなので、ちょっとそこは僕の悪い点かなと思うんですけど、まあ、こういう風な時間があるとき、何も忙しくないようなときにそれをやっておくのが一番いいんでしょうね。これアップデートが来るたびにこういう話毎回してると思うんですけど、その見やすくなるとか、便利になるとかっていうのは結構ありがたい。最初確かこういう UI、まあ似たような UI だったけど、こういう UI じゃなかったし、なんかそこら辺もだいぶ変わったなと思いますよね。結構なんか UI とか、こういうソーシャゲット、変わりがちなイメージがありますからね。変わりがちだね。そういえばなんですけど、全く全然関係ない話になってくるんですけど、ザンビザゲーム、まあ乙女神楽からチートの仕様ってそこまで見かけないですよね。そういえばアイドルゲームとか、まあなんかこういうイベントがあってグッズがもらえるみたいなソシャゲに関してチートの仕様ってそこまで見ないですよね。一回だけなんかあったかな。一回だけイベントで99,999みたいなやつが一回だけあった気もするけど、あ、どうだったっけな。なんかあった気はするけど、そこまで覚えてない。その一回だけかな、このゲームに関してそういうのが出てきたのって。いや、なんか他の、例えば無料ゲーとか、まあその FPS とかにおいてなんですけど、結構チーターの存在っているじゃないですか。まあ今もその某ゲームでチーターがすごい出て、やばいことになってるみたいなことがちょっと、たびたび話題に上がっているんですけど、まあ、多分、この手のゲームはチート別に使う必要もないのかな。チート使ったとしても多分それはイベントの時にもらえるポイントを上げるだけしかできないと思うんで、特にそんなあれかな。まあ、例えば持ってるキャラクターを別のキャラクターに変えるとか、そういうものではないかなっていう風な気もしますけどね。まあちょっとした僕の余談というか、あ、そういえばないなっていう風な感じだったんですけど、他のゲームってあるんですかね。僕は一応今、なんだろう、アイドルのゲームとか、まあ、スマホでできるゲームっていうのを、実はこのザンビザゲームしかやってないんですよ。あと全部 PC でできるゲームとか、コンシューマーとかでやっているんで、ないんですけど、このスマホゲームとか、例えば、そうだな、この坂道のやつで言ったら、あれ、乃木フェスとか、ユニエアとか、で、チート使ってる人とかいたら、ちょっと教えてもらっていいですか。なんか、あ、別にそのチート使った人に直接なんか話を聞きたいとか、そういうのではなくて、純粋にそのいたかどうかの確認だけしたいんで、もしなんかそういうの、あ、そういえばなんかあったなとかありましたよとかっていう方がいらっしゃれば、ちょっとコメントで教えていただけると幸いです。そういえばこういう、この手のゲームって全然見ないなと思って。
荒野行動とかフォートナイトとかたまにいるようなイメージはあるんですけど、まあ、やっぱ FPS とかだからかな、自分のそのプレイヤースキルによって全然あれだからっていう感じなのかな、その勝敗が決まるみたいな感じのゲームだからかな、うん、はい、ということで、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グループの方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。you